はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、ブルックナー交響曲第7番の解説を始めていきたいと思います。今日は第3楽章2回目、57小節目から184小節目までを解説していきます。まず57小節目から4小節間ポジションを説明していきます。で、最初の K は開放を使っていただいて構いません。で、オクターブ上がった K を3で取って、で、すぐに F を4に跳躍して、4141と K 線で降りていただく形になります。で、次の弦は開放を使っていただいて構いません。あとはハーフポジションでまとめて取れる形になります。で、61小節目ですが、ここのポジションはこの最初の弦の段階から1で取ると、67小節目オクターブ上がったところが同じポジションでまとめて取ることができます。で、ここからの母音ですが、最初61小節目はダウンで入って、次の小節はアップダウンアップ、次のこの小節は1小節単位で介入してください。このように介入して、で、67小節目から2小節間はダウンダウンアップ、この母音がこのような形になります。もう一度弾きますと、ここまでこのような形となります。69小節目からのポイントは、ここもフォルティシモが続きますので、1小節単位で介入をしていただきたいと思います。で、71小節目2拍目の杖は再びアップで弾き直して、あとは弓順で弾ける形になります。で、その次ですが、で、今止まりました76小節目をダウンアップアップにします。で、あとも同じように80小節目をダウンアップアップとします。あとはもうハーフポジションでまとめて取れる形になります。で、冒頭のようにこれと同じようにアーセン1本で取る方法もあるんですけど、真ん中の D の音を2で取る形になりますので、ちょっとリスクが大きくなりますので、確実に取りやすいこのハーフポジションでまとめて取ることをお勧めしたいと思います。93小節目からポジションを説明していきます。で、ここも A 線1本で取るのはちょっとリスクが大きくなりますので、B までを A 線で取った後、ここで J で1に移ってA線で取っていただきたいと思います。もう一度ゆっくり弾きますと、ここはこのような形となります。で、その先の101小節目もこれも A 線1本で取るとリスクが大きくなりますので、ここも同じようにアスまでを A 線で取って、Dのみアー線で取っていただきたいと思います。ここもゆっくり弾きますと、ここもこのような形で取っていただきたいと思います。137小節目のボーイングは最初ダウンから入って弓順となります。ここはピアノになりますので音量が大きくなりすぎないように注意してください。145小節目からはポジションを説明していきます。ここは同じ音でも違う弦で取る部分がありますので、そこを説明していきたいと思います。まず最初145小節目ですが、最初チェは1からスタートしてアスを2で1で取った後、次の小節のデーは最初のデーはアース M で押さえて、で、3拍目のデーは次の A がありますので、ここは開放を使っていただきたいと思います。もう一度弾きますと、までこのような形となります。で、その次の147小節目は、ここは第一ポジションでまとめて取れる形になります。で、その次の小節の F は1で、アスは2で、149小節目のポジションを返すにフィスを2、はい、ここまでよろしいでしょうか。そして150小節目は弦を D 線で押さえた後で、アーは開放、そして次の3拍目の弦で1に移って取っていただきたいと。で、次の151小節目は、ここもアス、フィスを D 線1本で取って、ここはハーとアーとハーとなっていますので、ここは威厳を最小限に抑えるために、これは第4ポジションを使って、ハーは D 線で取っていただきたいと思います。もう一度145小節目から今の場所までゆっくり通して演奏します。ここまでこのような形となります。150小
47小節目から16小節間は全てデスのピチカートになります。で、ある子になります173小節目、最初の入りはダウンから弓順で弾くようにしてください。で、177小節目ですが、ここはポジションの押さえやすさを優先して、もう、ハーと A はもう第一ポジションでもいちいちと取っていただいて構いません。あともうまとめてもう同じポジションで取るようにしてください。はい、今日はここまでとさせていただきます。今日説明した部分も前回の冒頭のリズムの形が多数出てきます。開放を使わない部分が多いので一本の弦で取ることは非常に難しいので、無理をせずにもう威厳して確実なポジションで取っていただきたいと思います。第3楽章2回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたらコメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。